どうも、おだえりなです。先ほどぶりでございます。うん、桃アイスです。うん、桃アイスでございます。うんうんうん、チョコモンブランなおいいな。もうね、暑い。でもクーラーあるから暑くない。じゃあ私もアイス食べちゃおうかな。だってぜひ。野球見てないですかって。見てない。なんかみんな見てるよね。お話し会の際初めて当たったよ。お、イエイ。暑そう。昨日食べるいいな。羨ましいでございます。糸おかしやね、マジで。やばい、もう5時ですよ。1日って過ぎるの早見沢ですね、本当に。さっきサーティワン食べてきた。いいな、羨ましい。あっちゅう間やな。あ、ハートがいっぱい、ありがとうございます。タコさんもありがとうございます。オレンジジュース作りました。え、お代理サイトあるの？作れんの？すごっ、いいな。いいな。私は激甘のだって。甘すぎて喉がカッてするやつね。背景が違うんだね。だっていろんな場所からお送りしています。ご機嫌うるわしゅう。今日はメガネされてないですか？してないね。今日はもうコンタクト入れてます。自習室で星連打してたらガン見されただって。おお、人気者。人気者。
なんかさ、こんな暑いとさ、カメラとか普通に置いてるけどさ、壊れそう。壊れちゃったりしないのかな、カメラ。ゲーム機とか。ノートパソコン暑さで壊れちゃいましただって。え、やば。私のスイッチ大丈夫かな。ご機嫌うるわしゅう。スイッチ全然やってないな。使ってない、全然。でも高温は避けましょうってさ、無理じゃない？もうこんな暑かったら。家にいないときはエアコンつけないし。冷蔵庫に入れないとだって。え、いいの？いいのかな？さっきスプラトゥーンしてました。あ、いいね。私もスプラトゥーンめっちゃ好きだよ。スプラトゥーンしよっかな、私も。おもろいよね。でもスプラトゥーンってさ、 Wi-Fi じゃないとできないよね。なんか人と対戦しないと。コンピューターと対戦ってなかったよね、多分。私全然スイッチやってないけど、ずっと月額払ってるんですよ、あの Wi-Fi でできるやつ。だから毎月支払いのやつ来る。そうだって、あのスプラトゥーンとか任天堂のところに、なんだっけ、なんかスイッチってさ、課金しないと通信できないもんね。だって、うん、そう、課金しないとあのオンラインで遊べないんですよ。そう、初知り。そうなの。やっぱめっちゃ服の糸出てきた。めっちゃそう、オンラインで遊べないの、課金しないと。フォールガイズやりたいけどやったことない。フォールガイズは比較でやったことあるぐらいかな。ストレイってゲーム知ってる？だって知らない。私あれやりたいんですよ。猫が街をやってくやつ。
最近できるようになったやつ、猫のストレイキャット、うん、あれやりたい。あ、それの話あ、それの話をしてた。ストレイキャット、あ、それ知ってる、やりたい。可愛いっぽいゲームやって、え、全然可愛いって感じじゃない。あとフォールアウトもやりたい。でもあれはやると奥が深すぎてやばいって。フォールアウトおもろいだって。いや、おもろそう。普通に太鼓の達人かなりうまそうに見られたことありますか、だって。いや、見られたことない。え、太鼓の達人うまそうとか言われたことない。下手そうとも言われたことない。また付録配信お願いしますって。やりたい、やりたいです。あくびしてない、あくびしてない。何喋ろっかなって思って変顔してました。え、本当にあくびじゃない。今の音声なしで30分配信いけそうで、いけないわ。もしいけたとしても終わった後めっちゃ叩かれてそう。めっちゃではないけど3人ぐらいにめっちゃ文句言われそう。暑い時の食事って何がおすすめですか？え？かき氷。
き氷流行ってるのかなって。かき氷流行ってるよ、めっちゃ。ハンバーグ食べたいな。インスタ映えのかき氷食べたい。だっていいね。趣があるざます。おたちゃんがおすすめかき氷どんな感じですか？なんかなんだろう、黒蜜系、黒蜜きな粉、黒蜜きな粉系です。イエイ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 。練乳好き。2番目に好きな RPG は何ですか？ポケモン。ポケモン好き。今日は昆虫付いてますね。昆虫付いてる？次のポケモン絶対買うんです。ニャオハ、最初ポケモン絶対にニャオハ。ドラクエあんまやったことない。ザッザッザッドク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 ド。ドゥ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 。自分をポケモンに例えると何？なんだろう。それこの前マネージャーさんにも言われたわ。マネージャーさんに、マネージャーさんマネージャーさんがカビゴンに似てるって、カビゴンに似てますねって言ったら、ってなって。でもハータンはメタモンに似てるって言ってて、そのマネージャーさんを。そうで、マネージャーさんがじゃあお二人はって、自分をポケモンに例えると何ですかって言われて。そう、私はでもハータンはあれ、ウパー、ウパーに似てるって思って。ハータン、
私は何だろうって思って、ルカリオっぽい、え嬉しい、アブソルやろう、え嬉しいんだけど、エスパータイプっぽい感じある、やった私エスパータイプ大好きなんです、エスパータイプのポケモンが一番好き、でもハータンは自分をマルマインって言ってて、マルマイン調べたら全然似てなくて焦ったハータンには自分がこう見えてるんだと思って焦りました。エリちゃん確かにアブソル、え、やった、めっちゃ嬉しい。2週終わりです、ありがとう。みんなは自分をポケモンに例えたら何ですか？難しい、だってウソッキーです、ベトベトン、カビゴン、不思議花、サトシ、サトシはポケモンじゃない、イワーク、おお、ケッキング、ケムッソ、ルージュラとよく言われます言われるんだ、こんにちは、外暑いざます、こらったおだいりはチコリータに似てる、え？レジギガス、かっこよ、だった、あー、ミカルゲ、え、ミカルゲダメです、私が大事にしてたポケモンだから、おだいりバクオングじゃないだって、じゃあバクオングはひななです、マジで、ポケモン新作楽しみ、出てきた名前すべてわからない、ね、ポケモン知らなかったら確かにわかんない、ピカチュウとかしかみんなわかんないのかな、
てか稲妻イレブン新作出るんですよね、スイッチで。買います。稲入れ知ってるの？だって稲入れね、めっちゃ好きだったよ、中学生の時。筆箱に稲妻イレブンのキャラクターのキーホルダーめっちゃつけてたもん。私が好きだったのは、高円寺めっちゃ安牌、高円寺。吹雪はね、私別にいい、私は高円寺。スタンダップスタンダップ立ち上がりよ。シルバーの髪の毛のいる人ですかって。高円寺はワックスで毎朝こうやって髪の毛を上げてんだよ、毎朝。サッカーと妹一筋かと思えば、でも朝起きてこうやってワックスで毎朝一生懸命上げてんだよ、そういうキャラです。ファミマのみたらし団子うまいよ、だって。みたらし団子はどこもうまい。そろそろナウのお時間です、だって。ナウやってください、ナウナウやって。ナウのお時間。本当だ、18分25秒。すごい、ナウ勢増えてる、ありがとうございます。あ、18分ではない、だって。あ、間違えた、17時28分50秒。じゃあそろそろおランキング読みます。いきます。13位バスター、12位ロッピー、11位 YSA73、 10位萌え、9位三上、8位おもうさん、おもうさん。7位くるりん、6位小次郎、5位ひとくまさとる、4位アイルトーン佐藤あと今村美月みちゅ、3位みやちゃん、2位くまてぃ、そして1位はまああっとおだし、イエーイ、ありがとうございます。その他の皆さんもありがとうございます。おもうさん、おさるさんでは、おさるさんって読むのか、これは。おさるさん、8位おさるさん、
ね、初めて知った、これで猿って読むの。学びました。では皆さん、次は10時からになります。10時からの配信もぜひよろしくお願いします。ではバイバーイ。